この避難訓練は紀北町の紀伊長島幼稚園が実施し、園児8人と教師4人が参加しました。園児がバスで通園中に地震が発生し、その後津波が来ることを想定して行われ、バスの中で園児は転倒しないよう手すりにしっかりつかまり、身の安全を守っていました。そして園児はバスを降りた後、紀伊長島インター周辺の高台に駆け足で避難しました。園児は教師の指示を聞いて落ち着いて行動していました。